どうも、羽の子です。鳥の子だよ。今日はスズメの砂浴びです。ほうほう、では早速。今回は、コンデジ 1440mm での手持ち撮影です。なんだと、微風でも画面が波打つゆらゆら現象は治ったのかな？それね、おかしいなぁと思ってて、前玉触ってたら、なんと、まさか、ゆるゆるに緩んでたのよねぇ。1年間の悩みの原因がそれかぁ。むねぇーん。締めて、撮影に挑んだらここまで、ピタッと、止まるのね。恐ろしやニコンのコンデジ、P600。1440mm からデジタル超解像ズームでさらに、倍。もう三脚いらないな。これぞ羽のコクオリティな原因だったな。そうよね。この1年の苦労が、メンテナンスは定期的に。はい。これは少しだけ水浴びシーン。涼しげだな。手持ちなのでスズメが動いてもクイックで、追いつけてないぞ。むねーん。1440mm って言ってもいまいちピンとこないな。スズメに気づかれない、程よい距離です。引いてみます。ぐぐぐいーっと。気づいてないな。止まない雨はない。どうした？名古屋ではこの日まで1週間雨、後雨。見上げるとそこは、雨、という雨続きで、この日は久しぶりのお日様。そうだったな。スズメもみんなで砂浴びを楽しんでました。梅雨の合間のお日様日より、サムネタイトルいただきました。ぐぬぬ。ということで、5月半ばの梅雨時期の野鳥観察動画も、これでおしまいになります。カモもオオバンもいなくなった夏間近の河原で、のんびりしてました。そうでしたな。スズメと過ごす有意義な時間でしたな。それでは、また次の動画でお会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。まったねー。バイバイ。